フィリップ・デ・モンテは、フランドル出身の高キルネサンス音楽の作曲家、声楽家、音楽教師。16世紀後半において、最も影響力のあるマドリガール作曲家の一人であった。メヘレン出身。地元のセールンボルド教会で、聖歌隊員として音楽教育を受けた後、イタリアに渡って音楽家として名を挙げる。この頃は、イタリア風に、 フィリッポ・ディ・モンテと名乗っていた。1543年から1551年までナポリで活動し、その後1568年までオルシーニス・キキョに雇われローマに滞在。1554年から1555年までスペインをフェリペ2世がメアリー1世と結婚する見込みであったため、フェリペ2世に雇われ一時的にイングランドに滞在する。後に、 フェリペ2世の聖火隊員と仕事をするのは嫌気がさしたスペイン人しかいなかったからと実感している。1568年にヤコブスファートの公認学長として新生ローマ皇帝マクシメリアン2世の宮廷礼拝堂に勤める。聖火隊員に新しい人材を補充することに成功し、モンテの着任から2年後にラッスが ウィーンの宮廷礼拝堂を訪れた時、その音楽活動の質の高さに舌を巻いたほどだった。その後モンテは、ハプスブルク家のウィーンとプラハの両方の宮廷に出資した。プラハで正去、同地の聖約部協会に埋葬された。モンテは、非常に多作な作曲家であり、宗教音楽と世俗音楽の両方を残した。すべて声楽曲である。40曲のミサ曲と、 その他の約260曲の宗教曲がある。マドリガーレは34巻が出版され、曲数は1100曲以上に上るが、全部が現存しているわけではない。最初の出版は1554年、33歳の時だったが、1568年に47歳で、ハプスブルク家に使えるようになるまで、ほとんど作曲しなかった。このため、大器晩成の感を与える。 最後のマドリガーレ集は1601年になって発表されたが、ルネサンスの巨匠が80代を迎えて送り出したケウの例となっている。様式的に言うと、モンテのマドリガーレは初期のテクストを表出するために頻繁に半音階を用いた非常に進歩的な作曲様式を取るものから非常に単純化され、 短い動機やホモホニックなテクスチュアを際立たせた後期様式に至るまで変化に富んでいる。保守的な様式から始めてご半生に実験的になったモンテベルディとは逆に求心的な初期作品から統一の取れた単純な後期作品へというように正反対の曲線を描いている。当時モンテほどの名声を勝ち得た作曲家はいなかった。モンテの名はヨーロッパ中に広がり、 楽譜は出版され、版を重ねて幅広く流通した。物静かで、無口で、少女のように控えめと評されたにもかかわらず、人脈は幅広く、ラッスやウィリアムバードのような作曲家とも親交があった。モンテのマドリガーレは今なお演奏されている。ありがとうございます。